どうも皆さんこんにちは、モンです。本日2月22日は何の日かご存知でしょうか。そうですね、多分わかんない方も多いと思うんですけど、乃木坂46の、日と言われてます。ファーストシングルのぐるぐるカーテンが出た日ということで、約今から8年前、2012年の2月22日にリリースされたので、まあちょうど8年経つわけなんですけども、まあそれに合わせてというか、記念してとはというか、今回はですね、こちらを紹介します。自作いたしゃです。自作いたしゃなんですけど、まあ見ての通り、なんかテープをベタベタ貼り付けただけのような雑な作りになってしまったのが本当に残念なんですけど、そうですね、雑ですね。非常に雑ですね。もうこことかもなんか亀裂入ってますし、ここもボロボロですんで、また後でね、撮影し終わってから塗り直したいんですけど、まあエアロは見てもらったらわかる方にはわかると思うんですけど、結構やってます。エアロは持ってます。はい。で、裏、ここもマフラーの穴あったんですけど、こうステッカーで塞いじゃったんで、まあこれは、気が向いたらつけるって感じですかね。で、色は乃木坂の紫ね。で、ここにね、牙、歯をね、つけました。歯をつけて、グリルも口型のグリルにしてみましたね。前も後ろもサイドも、メンバー2期生の堀美央奈さんをね、つけました。はい、そうですね、いいですね。でリアゲートもねしっかり開くんですよ。はい、こんな感じで。でウィングもねでっかいのつけて、ここもねいろいろ適当にごちゃごちゃつけてしまったんですけど、このベースって以前、結構前、2年ぐらい前、私が出した最初の次の動画、2番目に出した動画にあった、メタリックブルーのオデッセイ、あれが元なんですね。だから、あれをちょっと改良したので、まあ、あんま面影はないと思うんですけど、ちょっと作りがね、雑なんですよね。ホイールもワイドホイールをね、ホワイトに塗ってね、なかなかいい感じになりました。内装なんですけど、ここをね、紫で塗料で埋めたので、まあ、ここは見えないようになってます。で、内装も紫で、このナビに46の、ステッカーを貼って、ここにも、乃木坂のステッカーを貼って、あ、ここにもありますね。で、リアシート3列目を全部除去というか取り除いて、なんかウーバーみたいな、なんていうの?ステレオをね、つけました。画面とステレオとステッカーと、ここにもね、下にもあるんですよ。これ、見えますかね?ここに、透明なプラ板を敷いてね。はい。こんな感じです。なんでね、開けたらちょっと見にくいんですけど、まあね、だいぶ、まあ、ぽくなったかな。ぽくなったかなと思います。で、ベースとね、比較してみましょう。こちらですね。赤いオデッセイと比較してみるんですけど、まあ、だいぶそりゃ違いますわね。だいぶ違いますわね。でも今回残念だったのが、ちょっとね、ステッカー雑に貼りすぎたかなっていうのがめちゃくちゃ残念なんで、またね、なんか、紙じゃなくて、なんかシールタイプをね、自分で作ってね、貼ってみたいんですけど、なかなかそういう機会がなくて、ちょっとね、残念なんですけど、まあでもこう見ると結構ワイドになりましたね。はい。結構ワイドですね。はい。個人的にお気に入りなのがこの歯なんですけどね。はい。ということでね、今回は乃木坂の日を記念して、いたしゃの紹介でした。ぜひ皆さんも乃木坂ハマっちゃってください。ご視聴ありがとうございました。